今から政治倫理の確立および選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。委員の移動についてご報告いたします。去る10日までに、梅村瑞穂君、小野田公君、元江太一郎君、加田博之君、高橋晴美君、竹内慎二君、および伊藤岳君が委員を辞任され、その補欠として、柴田匠君、徳重正幸君、 藤末健三君、西田昌司君、森谷博史君、三浦信弘君、および山下芳樹君が選任されました。これより請願の審査を行います。第228号、政党助成金の廃止に関する請願、ほか25件を議題といたします。これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、 いずれも保留とすることになりました以上のとおり決定することにご異議ございませんかご,ご異議ないと認めますよって採用を決定いたしました継続調査要求に関する件についてお諮りいたします政治倫理の確立及び選挙制度に関する調査につきましては閉会中もなお調査を継続することとし 本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を決定いたします。なお、要求書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を決定いたします。本日はこれにて参加いたします。